それでは、集団運動動物のの解析ソフトウェアの開発発とと題しまししままて、竹内と山中が発表します。私、竹内理人は東京工業大学総合理工学研究科で動物を模したシステムの研究を行っています。私が山中で広島大学大学院に所属していまして動物の群れシステムについての研究を行っています。生物に関する研究をやっている僕たちがやったことっていうのは動物の位置座標を抽出するソフトウェアを開発しました。 そして研究者に使ってもらい研究を行ってもらいましたつまりこういうものを簡単に得ることが目標となりますこれは今回開発したソフトウェアで得られたデータですメダカの位置が抽出できていますでは得られたラッキングデータとそれを使った動物の研究というものはどういうものでどういうふうに役に立つのでしょうか 動物の行動と化学物質の関連を調べるというものがあります動物がある行動を行うと脳内にそれまでは見られなかった化学物質が出ているということがありますそういった物質を抑制するものを与え行動が発現するかどうかを見ることで行動と化学物質の関連付けを行うということが動物の研究の一つですこういった結果から脳を回路図のように捉えどのような脳の、えー、小さな脳の情報処理系の全容を把握するという研究が行われています こういった研究の結果は医療品などの開発で利用されています。動物の研究において位置情報っていうのはすごく重要です。特に動物の研究者っていうのは飼育ゲージの上からカメラで動画を撮影していてそのデータから位置情報っていうのを抽出しています。私もこのような環境でアリの実験を行っていて短時間の動画であればアリの位置座標を抽出できるようになっていました。ある時 学会で発表を聞いていると、発表者の行っていた解析っていうのがとても荒いってことがあったんです。なんですけども、長時間できているっていうことがあったんですね。特に5分おきの動画像から個体の位置座標を抽出してきていて、5分おきっていうのはとても荒いですよね。荒いんでどういうふうにやっていいのかをか、えー、聞いてみたっていうことがあったんです。割と単純なトラッキングをやっているんだと思って、えー、画像解析をしているんですよねというふうに聞きました。 そうするとそんなことはしてないですっていうふうに来たんです。じゃあ一体どうやって一置座標を抽出しているんですっていうふうに聞くと手打ちですっていうふうに返ってきたんです。手打ち。<laughs> ちょっと意味が分かんないと思いますけど動画をこうパラパラ漫画のように一枚一枚見ていき動物のいた場所をクリックする作業のことを手打ちと呼んでいます。ソフトを買ってやっている人もいるんですけど そうじゃない人っていうのは紙とペンを使って位置を記録していたり周期ゲージを大目に切ってどの合わせにいたのかを記録するっていうことをやっていますそれでどれくらい時間がかかるのかを聞いてみたんです2分間の動画から個体の位置を抽出するのに2時間ぐらいかかるらしいんです2分間の動画とだと、えー、4000枚ぐらい画像があるので4000回近くクリックしなければならないんです すごい勢いでクリックしていても識別のミスなんかを含めると2時間かかるっていうんですこれを聞いた人っていうのは2時間2分間の動画を使っている人なんですけどもっと長い時間のトラッキングデータを使うべき研究者っていうのもいるんですそして私ももっと長い時間のトラッキングデータを使ってアリの研究を行いたいというふうに考えていたんですなぜならもし長時間の動画から動物個体の位置座標を取得することができたら規模の大きな解析が可能となり 今までは理解できなかったような行動と意味っていうものを抽出できるからですなのでまずは動物個体の追跡に莫大な時間を浪費していた研究者を楽にするということそして動物行動に新たな視点を与えて新たな行動様式を発見するために我々は動物の位置座標を抽出するソフトウェアを開発しました実装すべきものは次の3つです 追跡したい動物の場所を抽出する、えー、追跡物体抽出の工程そしてトラッキングアルゴリズム最後にミスを修正する工程です動物研究においてこれらの機能を持ったソフトウェアは重要なのですが今までこの三つを兼ね備えたソフトウェアというものはありませんでしたこれまでにさまざまなソフトウェアが開発されており素晴らしい研究成果をもたらしてきました しかし、画像にフィルターをかける工程では、どのような効果のフィルターをかけるのかが不明瞭であり、非常に作業工数の多いソフトウェアでした。最も致命的なのは、ほとんどのソフトウェアが位置の特定に失敗した場合、それを修正する機能を持っていなかったということです。そこで、さまざまな研究者の要望に応えられるよう、3つの工程を行えるソフトウェアを開発しました。最初に追跡物体抽出の工程です。 この工程では動物のいた場所だけが白く抽出された状態になるように画像フィルターを調節していきます。自動で動物個体を抽出するアルゴリズムっていうのもあるんですけどさまざまな実験環境でトラッキングを行うには自前で処理を調節することで追跡精度を高めることができます。なので処理をかけたいフィルター群を簡単に記述できればいいということになります。そこで僕たちは ブロックを並べて処理を決定するインターフェースを構築しました Google のブロックリーを使って画像処理の手順をブロックの組み合わせでビジュアルに記述可能にしています実際の動作画面です問い合わせの多かったメダカを使って処理を記述していきます動画は基礎生物学研究所の渡辺先生から提供していただきましたまず背景を生成し容器などを消していきます 最初に動画のどの部分を使用して背景を生成するか決定していきます次に何フレームごとに背景生成に画像を使用するのかを決めます最後にジェネレートボタンを押して背景を生成していきます背景が消えていることを確認しています次に画像フィルターを作成していきます まずグレースケールフィルターを使い次にイキチフィルターを使いメダカの領域のみを抽出していきますいくつかのパラメーターに変更を加えメダカの領域のみが白色になっているということを確認していきます位置座を抽出に関わる画像フィルターを動物の研究者と相談しながら作成していきました次にトラッキングアルゴリズムです いくつかの論文を当たり実装を行いました。動物がどこにいるのかは、日画画像を個体数でクラスタリングすることで決定しました。その後、割り当て問題を解き、フレーム間で動物個体を対応付ける処理を行,行いました。同じようにメダカの例でトラッキングを行ってみます。魚類への研究者へのヒアリングで分かったことですが、 個体数が個体がどの方向を向いているのかを調べたいという意見がよくありました。この工程ではまず個体数を指定します。次に個体の向いている方向を矢印で指定しています。再生ボタンを押すとトラッキングが行われていきます。 途中で間違いを発見したら修正が可能になっています円で囲んだ個体の矢印が逆を向いているということが分かりますミスの発生したフレームまで戻っていきミスを修正していきます逆転していた矢印とポイントを修正します再びトラッキングアルゴリズムを動作させます そうすると修正した結果をもとにアルゴリズムが一置と向きを推定し直してくれます。そして最後の工程です。トラッキングアルゴリズムを使っても100%正確に座標を抽出することは不可能なので、さらに人がミスを発見する工程が必要となります。ここについても既存のソフトでは問題がありました。人がクリックをして追跡を行う場合でも間違うということがあるんですけれども、 その時に、どういうふうに対処するのかを聞いてみました。そうすると、打ちまいち書いた場合は、打ち直しを、打ち直しをしなければならないらしいんです。<laughs> 打ち直しっていうのは、入れ替わった点から、再びデータを空にして。正しい座標点をクリックして、入力する作業のことです。入れ替わりに対応するには、座標点をスワップすればいいので、その U. I. を作り、対応を行いました。 この工程では動画を再生しながらミスを発見していきます。画像をドラッグし、範囲を選択すると右側に拡大画面が、拡大画像が表示されます。右側の個体に注目すると入れ替わりが発生し、色が途中で変化しているということがわかります。入れ替わったフレームを探し出し、2点を選択し、スワップボタンを押します。 こうすることで入れ替わりが修正され正しいトラッキング結果が得られましたこれらのソフトを便利な多個体追跡ソフトを意味する UsefulMultipleAnimalTracker の頭文字を取っていき UMATracker としました UMATracker は GitHub で誰でも使えるように公開していますここまでをまでとと、めるユーマトラッカーは 動物や物現象を解析する動画解析ツールですビジュアルにフィルターを変更しアルゴリズムを使って物体を追跡できますもちろんミスを行ったミスしたトラッキングを修正することもできますはいそれではこれからユーマトラッカーを実際に使用してもらっている事例について紹介していきますまず長崎大学の西弓さん様の事例について説明していきます西弓様は動物の保証 捕食関係についての研究者ですこれはマルスズキがカタクチイワシを捕食している動画です近づいてきたところをパクっと飲み込みますところで捕食関係を見ることでどのようなことがわかるようになるのでしょうかこの図は水銀の生物濃縮に関する図なのですが大きい魚が小さい魚を食べるということが繰り返されることによって地上から排出された水銀がどんどん濃縮されていきます 捕食行動は動物の食物連鎖に関わっているので捕食行動を見ることで食物連鎖の構造を紐解くことができ生物濃縮はどのように行われているのかというのを調べることができますまた捕食行動を見ることで魚がどうやって行動決定をしているのかを知ることもできます捕食に関して考えてみます賢い捕食者だとこのように獲物の行動を予測して捕食を行うことができます 一方でなな捕捕捕食食者者もいいままままます。すす。は獲物をっっぐ捕まえに行てて逃げられてしまいますこのような違いを見るためには個体追跡が必要で個体追跡を使うことによって魚がどうやって行動を決定するのかというのを知ることができますこれは西海様から頂い,いた捕食行動の動画なのですがユーマトラッカーを利用することによって 実際に追う魚と逃げる魚の動きと向きが取れていることがわかりますこのように魚が U ターンしても問題なく向きと動きが取れています西海さんまでは実際に、えー、ユーマトラッカーに関するインタビューをしてきたのでその動画をご覧くださいユーマトラッカーは何よりもそのユーザーインターフェースを考慮した あのデザインなっているなと思います。特にそのフィルターをああいうブロックになってて、えー、とど,のどのブロックどの処理がこういうふうな影響を与えてるかっていうのが分かりやすいんで、まあ、フィルター作成がすごくあのしやすいっていうのがあります。であとはあのトラッキング自体はそれでちゃんとやってくれますし、まあ、時間もそんなかからないと思います。でさらに、あの。 基本的にどのックかもそうなんですけど絶対その走らせるとどっかでこう変なものを検出したりとか入れ替わったりとかするのでそれを後から修正できるというのはすごくやりやすいですけどあれがあるおかげで、まあ、そのだいぶ実験環境がたとえこう微妙ちょっと完璧じゃないにしてもとりあえずやらせて後から手直しをするってことができるんで、まあ、研究を進める上では結構助かる。 西上さんありがとうございました次に専修大学の佐賀研究室で行っている研究内容について紹介していきますここでは複数の事例でユーマートラッカーを使用していたもらっているのですがその中の一つ自閉症モデルマウスの社会性について紹介します自閉症モデルマウスは2009年に開発されてから自閉症の研究に広く利用されておりこのマウスを使って自閉症に対し有効な薬剤を探すことができるのではないかと期待されています 佐賀研究室では自閉症モデルマウスの社会性を見たいということで、このユーマトラッカーを利用しています。実は多数の答えを利用して、このマウスの社会性を見るということはあまり行われていないのですが、その理由はやはり、複数個体の追跡が難しいからです。これはユーマトラッカーを適用した結果なんですが、うまく追跡できていることがわかります。 このようにマウスが固まっても問題なく追跡できていることがわかります。最後に基礎生物学研究所の横井様の事例について紹介します。横井様はメダカの行動解析を通して動物の心に迫られるのではないかということで、例えばメダカの三角関係、オスとメスの間に別のオスが割り込むという行動に着目して、 そのののの行動のメカニズムは何なのかといいうのを研究し、し調べたりしています横井様のこれまでの個体追跡の手順はまず動画を1フレームごとに分割して画像として保存しその次に必要に応じて下処理を行い先ほどの前日の論文では5秒置きに手打ちするというのを1セット1つの動画に対して5分から10分で行っていました。 前日の論文の場合ですと5分5秒,5秒おきでも十分ですがもっと細かく見たい時例えば1秒間隔やそれより短い間隔で見ようとすると莫大な時間がかかるということがわかると思いますということで横井様の動画へ実際にユーマトラッカーを適用した事例がこれになります黄色い四角で囲ったオス位置に着目してくださいこの動画を見てみると黄色い四角で囲ったオス位置が 2匹のメダカの間に割り込んでいることがわかると思いますまた今まで得ることができなかった無機の情報をユーマトラッカーで得られていることがわかります他にも様々な動物種や物体に対してユーマトラッカー適用可能でまさに使い方は様々です様々な使い方ができるので多くの研究者に利用してもらうことができています いろいろなところで使ってもらっているのでさらにいろんなところから相談が舞い込んでくるんですねけれども同時にうまくいかない事例というのも出てきましたといえばメダカメダカは動きが非常にすばしっこいので普通のカメラでと撮ると普通にこん,こんなふうにどっかに飛んでいっちゃったように映ってしまうんですねこれを僕たちが実装したトラッキングアルゴリズムにかけてみるとこんなふうに 追跡に失敗してしまうんですねそう自分たちで実装したアルゴリズムでは追跡できないケースというのが出てきたんですなので最初は他の論文を手当たり次第にあたって問題を解決してくれるようなアルゴリズムを実装すればいいかと考えていたんですねでそうやっていろいろ調べるとわかるんですがトラッキングの研究者というのはとても優秀な方々ばかりで腰の数ほどトラッキングアルゴリズムがあるだけに留まらず 丁寧に書かれた論文にマトラボのソースコードまで公開されているんですね。なんですが実際学会であったトラッキングアロゴリズムの考案者に話を聞くと使いたいと言ってくれる人は多いけれど実際に使ってもらえるところまではいかないというケースが多いようなんです。UI を作ってほしいという話はよく聞くし UI を作ってもらえば学部の実習にも使うことが使ってみたいとおっしゃっていた先生もいらっしゃるので研究の価値観や幅が広がると思う。 というトラッキングアルゴリズム考案者の福永様のツイートからも分かるように自由愛ががなないいいからら使っってもらえないという問題があったんですそこで僕たちはユーマトラッカーに個体追跡の研究者が自身のアルゴリズムをフラグインとして導入できる載せることができれば動物の研究者はいろいろな動物にトラッキングを適用できるようになり個体追跡の研究者は自分たちの研究をさまざまな場所で使ってもらうことができるようになるのではないかと考え キュートの UITA ファイルとアルゴリズムのコードだけで個体追跡アルゴリズムをプラグインとして組み込めるようにしましたまず先ほどのツイート主である福永様のグループトラッカーというアルゴリズムをプラグイン化しましたその結果このように今まで追うことが難しかったメダカの高速移動というものがしっかりと追えるようになった上にユーマトラッカーに乗ったことで 様のアルゴリズムの利用範囲を広げることができましたこのような形で個体追跡アルゴリズムをプラグインとして提供できるようになった UMA トラッカーは動物,の動物の研究者はいろいろな動物で個体追跡ができるようになり個体追跡の研究者は自分の研究を動物の研究者に使ってもらえるようになる個体追跡の基本プラットフォームとなる可能性を秘めています ユーマトラッカーが個体追跡のプラットフォームとなるため自分のアルゴリズムをプラグインとしてけ提供してくださる研究者をデスタ現在絶賛募集中です研究者の皆さんユーマトラッカーというプラットフォームを利用して個体追跡の世界をより良いものにしていきましょう時間がないので詳しくは触れませんがユーマトラッカーにはデータ分析可視化の機能もついています具体的にはどの個体がいつどの場所にいたかや 個体間のインタラクションを算出可視化することができます。個体追跡プラットフォーム u ーマトラッカーは今まで困難だった個体追跡を可能にすることで研究に新しい視点を与えることができています。そして実際に日本全国の研究機関において利用されています。ご覧の通り実際に適用した動物種は多岐にわたっており u ーマトラッカーの汎用性がわかると思います。さらにこの輪を広げるために 動物行動学の教育においてユーマトラッカーが使えないかと模索しており現在岡山大学の学生実験において導入が決定しておりますこれにより動物行動学の教育研究により良い効果をもたらせるだけでなく個体追跡の基本プラットフォームとしての大きな一歩を踏み出しましたこのプロジェクトを通してユーマトラッカーは多種多様な動物を扱う研究者のためのツールとなりました個体追跡にかかっていた莫大な時間を削減するだけでなく 具体追跡を通して、研究に対して新たな視点を生み出すことができています。そして、これからもリューマトラッカーは研究教育機関で使われ続け、リューマトラッカーに得られたよって得られた研究結果は、我々の生活でも有益な結果をもたらしていくことでしょう。以上で発表を終わります。教育者の皆様、ありがとうございました。